こんばんは。こんばんは。アップアップガールズ過去日記の島ちゃんこと島崎ゆりあです。ありがとうございます。皆さん来ていただきまして。ありがとうございます。今日も可愛くて面白くてかっこいい島崎ゆりあと申します。あ、最近そう、みんなのマイブームになることがマイブームです。マイブームにしてください。よろしくお願いします。今日さ、一本結びをしてたんですけど、ちょっとこの一本結びはちょっとなんかね、あ、ちょっと欲しい、ちょっとおばさんっぽいかなって思って、今唐突急いで下ろしたんだけど、これもこれでまあちょっとのっぺりしてるなって思って、髪型迷子中ですね。月さん、金魚すくいありがとうございます。クリームパンじゃないですね今日。あ、このパンっていうのは今日久々にコンビニでパンを買ったんですよ。お昼食べたくて買ったんだけど、それちょっとリュックに入れてたら、まあ、空気がほとんど抜けてね、パンって結構空気が、ね、含まれてるんですけれども、結構こんな顔になってました。あ、やばいって思ってこんな顔してました。リュックから取り出したらね。はい、そんな感じなので、今日のハイライトのパンはこちらです。頭の上に乗ってますね。ゆりはパンパンパパン、島崎本仕込み合ってますあ、夢の中にゆりゆりが出てきた。あら、嬉しいじゃないですか。みんなの夢にお邪魔するのもマイブームでございます。いや、もう頭の上にこうお題を乗せるのがマイブームなので。空気の抜けたゆりゆりナマステ。いや、そこはそこ、いう空気抜けてないから大丈夫。いつもこんな感じなんでね、この辺空気入ってるで。島崎ファンね、山崎ファンって言うじゃないですか。あ、自分で勝手に出てりできているつるで、勝手にねお邪魔してるだけなので出演料はタダでございます。髪型を今迷ってるんだけど、どう思いますか？マイブーム多すぎません？そう、多趣味、いろんなものに手を出す趣味があるので、あ、これもマイブームっていうのかな。特技ではないな、性格なのでこんばんは、こんばんゆりゆり、ありがとうございます。ちょっと今姿勢悪いかなって思ったけど、そんなことないかな。これがもうゆりの正しい姿勢なので、今髪の毛結ぼうかなっていうので迷ってるんですよ。みんなどう、何がいいと思います？ちなみに2本あります。色が違いますねあ、島崎家あるあるなんですよ、髪ゴム失踪事件。はい、毎日失踪し続けて、もうどんどんね新しい子を加入させてるんですけれども、みんなどっか失踪しちゃうので。別にブラック企業やってるわけじゃないんですけどね。はい、やっぱ最近の令和生まれのねゴムちゃんはあんまりちょっとね根性がない子が多いですね。はい、ゆりゆりかわいいぜ、泣けないぜ泣けないぜ、ありがとうございます。ボブスルーって何でしたっけ、ボスヘアって何でしたっけ、バリカンでいっちゃいます。バリカンでいくらならもう控えにしましょうよ。はい、ありがとうございます。ゆりゆり面白いな、知ってます、ありがとうございますこんばんは。あ、どうもどうも。ちょっとみんな本気マジ、本気と書いてマジと読む、マジで聞いてます。あ、大騒ぎ、ね、ここ数日ね二つ結びしかしてないという最大の事件気づいてしまったね、ゆりは。え、夢の中
でゆりゆりがヤクザに、うん、ヤクザ入室囲まれてた。え、あ、囲まれてたのか。いや、囲まれてるんじゃなくて自分がヤクザになりたかったな。ヤクザさん、ちょっと言い方があれですね。うん、というか強くなりたいので。あ、三つ編み今日やろうと思ってなんか変でやめちゃったんだよね。そう、なんかゆりさ、自分のさ気に入らない自分が今日着たいと思った服じゃないとね、で外に出たくないみたいなところがあって、これね前も話したけど、小学生の時とかね、いつもそうだったんだけど、だから自分が納得いかないと外に出たくないという性格をしておりまして、なるべく納得がいくよう可愛く頑張ります。あ、ちょっとゆる心ちょっと上の方にしといて。そう、あの頑固ちゃんなのでね、頑固ちゃんだよ。どんな声してましたっけ、頑固ちゃんって。がんこちゃんだよ。ちょっとビジュアルに気を取られすぎてますかね、この声は。え、何ですか。アプガさん、カリさんのすみれちゃんがシマちゃんの歌声がめちゃめちゃ好きって言ってたよ。え、すっごく嬉しい、ありがとうございます。どうしよう、嬉しすぎて。ありがとうございます。今すみれちゃんめちゃめちゃ歌も歌えて、ダンスもかっこよくて、めちゃめちゃすごいなといつも思っております。え、なんか古めかしい感じになっちゃった。ちょっとゆりさ、あのヘアアレンジが得意じゃなくてね、しかも髪ゴムの色が違うのが結構顕著に出ておりますね。はい、あーい。え、ね、ソバージュね、いいですよね。自分は多分似合わないと思うんですけど、だから髪伸ばしてるのもなんか昔のなんか流行った感じであるよねってお母さん言ってたし、そんな気分で伸ばしてますって言っても、今日切りたいなって思ったくらいなんだけど、毎日ね、あ、伸ばしたいな、あ、切りたいなっていうのを繰り返して、はい、365日生きております。マリンちゃんハートありがとうございます。マスルだって。どうしよう、急にね、あのふと我に返るんですよ。あ、たまにこう配信してて意味わかんないことを連発してると思うんですけれども、急になんかあれ何言ってんだろうって思うことあるよね、みんな。次さん可愛い、ありがとうございます。暑いと切りたく、昼暑いと基本結んじゃうんだけど、2つか1本か。そう、ちょっともう暑さにじゃない、おしゃれに我慢は必要ってね、昔から言いますよね。それでゆりね、冬でもミニスカート履いてきました。はい。ただ自分が履きたかっただけですよ。いやー、わかりますね、ありがとうございます。神様の一歩手前ぐらいがいいな。仙人様がいいかな。おしゃれって大変、なんかスープがあるよね。今のおしゃれなの、これ違うか。たまに変なこと言ってる自覚あったのか。大丈夫ですよ、あの配信の時だけとは言わないかもしれないけど、知ってる。ありがとうございます。熱中症に気をつけて、みんなも気をつけてください。丸坊主は暑い夏に快適、水で頭洗えるよ。寒いって、寒いよ。より夏でもさ、あの水をかぶれないんですよね、頭から。暑いとさ、あのこう水をねバーってやりたくはなるけど、あのシャワーとかでね水を出したりとかは絶対できない。てか、あの温泉とかでも水風呂はね入らないですね。
心臓止まっちゃいそうなのでそう、心臓がびっくりするからって言いますよね。ありがとうございます。ゆりゆり面白いやん。いや髪型ね、変えることはあるのかな、わかんないな。まあ、なんだかんだ言ってこの結構最近衣装の髪型でも続いてますよね。秋っぽいよりでもこう2つ、なんか三つ編みとかやるけど2つっていう定義は変わらないっていうのはね、珍しいんじゃないかなと思います。いつか水を、あのペットボトルの水を頭からかぶってみたいっていうのはありますね。なんかやっちゃいけないことってあるじゃないですか。なんて言うんだろう、ルール、社会のルールを超えない範囲でやっちゃいけないことだから、そう、例えば頭から水をかぶるとか、人にコップの水をバーンってあのドラマとかであるやつかけるとか、なんかあの常識、あ、それは常識から外れてるけど、まあ非常識的で、しかもルールの中で守られてることをやってみたいなって思いますね。いつか誰かやらせてくれないかな。まあでもなんかドラマとかでいいよね、そういうのできたら。いや絶対そういう役にはならないんだけどね、もしも仮にあるとしてもそういう役には絶対にならないと思うんだけどね。ゆりは一番離れてるからね。花地さん、チリーン、夏だね。風鈴がいい感じに、ありがとうございます。なびいてました。まあ別に、あ、なんかね、そう、非日常的なことが好きなタイプなので、全然あのドッキリとかいいですというか、あの反応に期待はしないでほしいですけれども、やってみたいですね。あ、ぶぶ、目刺しちゃうとこやった。あ、カリさんみたいにね、水鉄砲でね。早いですね、おやすみさん。おやすみさん早くないか、そんな時間ですよね。でもちょっとね、今日も一曲ぐらいね歌いたいなって思うんですよ。最近あの歌ってるんですよ配信で。うん、で夏だから夏曲を歌ってるんだけど、いいよ、ありがとう。ありがとう。あ、よし、この曲にしようかな。あー、イヤホンつけてないと始まれないパーティー。そしてこのイヤホンはもうね、つながっているということを昨日学んだので、あ、昨日じゃないか、おとといぐらい。聞こえてますか？はは、こちら、302島崎です。こちら302現場から、お伝えしております。あ、聞こえてますか？ありがとうございます。あ、水飲みたい。あ、マイクチェック。ちょっと失礼しますね。お水取ってきます。はい。やばい、久々の壁紙タイム与えてしまった。しかもここは今までにない壁紙与えてしまったということで、ナチュラルでしたね。
はい、では歌います。今日調子悪いかも。あ、保険じゃないよ。いきます。はい、アクション。いつも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言った。
ありがとうございます。ありがとうございました。高くないですか？あ、マイク切れちゃったけど。高いですね。ありがとうございました。ギフトちょっと呼ばせていただきますね。月さん、スイカ、ヤギルマさん、音符ありがとうございます。熊太郎さん、音符ありがとうございます。君の知らない、ありがとうございました。素敵な曲ですね。ただこれはね、一人で歌うのは大変ですね。改めてすごい曲です。あ、なんかあっさり終わっちゃった気がするというか、なんかね嵐のように去ってきました。ありがとうございました。いや、本当はこれね、カラオケ入ってたら夏めぐとかね歌いたいんですけども、ちょっと足しびれちゃった。あ、シリが起動してしまいましたね。ごめんなさいね。溶けました。ユーモア作って今溶けてます。サマービームですか？カリさんの曲ですか？サマービーム、サマービーム、ロボってあげて、夏だうだし踊っちゃいましょう、リズムに乗って陽気にダンス、サマービーム。ありがとうございます。Hey Siri。 あー、起動しませんね。こんばんは。今日のカラオケタイムは以上かな。そうね。ありがとうございました。なんかちょうどいいキーの、ユリに合ったキーってどこなんだろうね。わかんないんだよね。低すぎるのって出ないんですけど、ね、なんか一回高くなっちゃうとずっとキンキンしちゃうので、ちょっとちょうどいいキーっていうのはなんだろう、どこなんだろうねっていうのを知りたいな。うん、歌いやすいのは、パーレー、そうだね、パーレーはね一番歌いやすいかもしれない。あとはハイライトとか、最近の知ってる？みんなハイライトって。コーヒーを尋ねようにも合格発表など、人生にはないし再始発進を繰り返しても最低不能、赤ペン転生はっていうよりの早口言葉のあるところからの歌なんですけど、あとはちいこちゃんの猫ちゃんが見どころですね。猫の顔をかぶっても、パンはユリの今日のハイライトということで、パンの空気を抜けてしまったのをリュックに、パンをリュックに入れといて空気が抜けてしまっていたという話をしました。はい、滑舌ね、頑張ります。はい、いや、ほんと最近ガラスの純情を踊ってなさすぎて悲しいですね。まあでも曲はね、セットリストにちょっと緊張するよね、入れると台湾とかじゃできないですよね。お、一回見てますか？お、それはいいですね。割とレアなので、イヤホン切りますね。喋りにくいというか、自分がテロップまで帰ってきちゃったよ。あなたは帰ってこなくていいんだってば。ありがとうございます。
白い光の中に山並みは燃えて、遥かな空の果てまでも君は飛び立つ、飛び立つ。あ、並木のイチョウも鮮やかに。あ、はいはい、お断りということで、ちょっとあの熱唱しちゃいましたね。恥ずかしい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 。さよなら僕たちの幼稚園。はい、久々に歌いましたね。これは私は幼稚園出身なので幼稚園バージョンで歌ってました。はい、あの繰り返すやつ何でしたっけ。ちょっとあんまり思い出せないな合唱。あんまり思い出せないな合唱。なんか言っちゃったけど、今日も絶好、あ、臨床、そう、臨床の曲って何だっけ。花束、愛を込めて花束を、これは違うな。熱唱、熱唱じゃない、合唱してないより、これ帰るの歌が聞こえてくるよ。一人じゃできないな、これは。あの合唱でやるやつだよ。あ、危ない。この顔やだね、すごい。大丈夫です。ありがとうございました。合唱もいつかしたいですね、2期で。あ、でも今やってるより印象。夏はめぐる、夏はめぐる、何度だってもう。はい。これは臨床というんじゃないでしょうか。はい。愛を込めて花束、テレビで見ましたね。はい。歌ったことはありません。夏めぐね。ビー玉の向こうを覗く世界。いいことしかない予感。いつだって今が最高で、記録更新中。ひまわり色した夏の風、ひゅるり吹き抜けた未来の方へ追いかけよう。これが夏めぐという曲です。あのね、今アミちゃんがねお休み中なんですけれども、アミちゃんの歌い出しパート、ビー玉の向こうを覗く世界ってね、センターでアミちゃん0番で歌ってるんですけれども、よりねアミちゃんの鈍化ぶりでね0番にいるんですよ。普段は見えないこのユリがね今アミちゃんがお休みのことによって、あの2人立ち位置的にアミちゃん、歌ってるアミちゃんと次歌う2人がいるんだけど、その後ろにユリがいるのね。ちょうど今ユリが見えちゃうんですよ。これちょっとお恥ずかしい。見えないはず、しかも歌ってないユリがちょうど見えるというね。アミちゃん早く帰ってきて。ニコニコでやっておりますあ、でもこのさ、臨床の部分っていうんですか、夏はめぐる、夏はめぐるって後から歌うところ、これね、あれ、レコーディングの前にいただいた資料ではね、男性の声だったんですよ。なんか自分たち歌うと思わなくてびっくりしちゃったんですけど、あの入ってた声は夏はめぐる、夏はめぐるウォーオーって声だったの。出ないけど、なんか多分ね、これあの声出しができるようになったら皆さんに歌ってほしいところだと思います。ゆりはそう思うよ。あれ、あの音源にも入ってるっけ。音源っていうかカラオケっていうかインスト、そう、もう自分たちが歌ってるから今気にしてなかったけど、そんなに。そう、ぜひともみんな覚えてくださいね、これです。あの一回し目はここで回すやつで、これ意外と難しいんですよね。
おうおうわおおって言ってます。でその次やってほしいとこは早歩き持ち二回し目はここら辺でパッ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 ってやってます。バイバイしてください。リズムに乗って早歩き持ち早歩き持ちって感じです。これね、あとラップの部分はみんな 何をしてくれたら嬉しいんだろうな。ゆうたちはめっちゃ バキバキというかねシュールな感じで後ろでね踊ってるんですよ。みんな何してますか。多分あのこういう感じで乗ってくれてると思うんだけど、ライドンタイム特別なサマーサンサンサンと夏のドラマ眩しい日差し新しい風流れに身を任せ絞り出せ汗とりあえず海行こうかすぐに夢中になりたい友達と共にホットなチューンの BGM 流しアップンダほらもう目の前さ。あの踊り覚えてくれたらもうめちゃめちゃ嬉しいですけど、ここは難しいのでねプッチャヘンザッププッチャヘンザッププッププププってやってください。多分これが一番ねみんな乗りやすいと思います。楽しいし、やっぱ声出しができるようになったら掛け声してほしいですね。サン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 ドラマーとか眩しい出せ新しい風なんかに身をかけ絞り出せ汗とりあえず海行こうかすぐに夢中になりたい友達と共に絶対楽しいですよ。これはよろしくーグ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 ー。次はなんか自然と夏めぐの話してるけど、これはみんなにやってほしいことだからいいよね。あとはなんだろうな、夏めぐってあーほうちゃんの闇夜を照らして儚く消えた線香花火がっていうところで全力ケチャしてくださいね。こうみんな多分大得意だと思います。ゆりより得意だと思う、上手だと思う。みんな頑張って頑張って頑張ってお願いします。その次ゆりが歌うところは真剣に聴き入ってください。あそこまでしなくていいです。やっぱりあのサビに向けて盛り上がってくれたら嬉しいです。はい、ねあみちゃん、あじゃあほうちゃんあみちゃんゆりちゃんってくるのであみちゃんゆりちゃんかわいいな。そうあみあこれ実はねみんな何してるかなって思ってたかもしれないけど線香花火持ってるんですよ。闇夜を照らして儚く消えた線香花火が線香花火落としちゃうんですよ。落とさないでって感じだけど落としちゃうのでみんな注目です。あのこんな感じではしてないのでちゃんと線香花火みんな持ってると思うので角度が違ってたらあの注意してください。注意ゆりだったら注意してくださいね、はい、下向きだよって。ここは線香花火なのね、はい、佐古さんがそう教えてくださったので。この青春を教えてた泣きそうですよ緊張しちゃって教えてた夏はめぐるってこうめっちゃもうねあの大ジャンプしてるのね大ジャンプしながら歌ってるので私たちもすごいことになっております。はい注目です。もしかしてニキちゃんアンダーランドのあのフリービデオっていうんですか踊ってみたまだ出てないですかね。さすがにニキちゃんアンダーランドはみんなもうそろそろ覚えたいですよね。こう踊ってみた撮ったんですけれどもね、そうあの素材は2個あるのでここら辺ちょっと楽しみにしててください。なんか意外とあの気づかない思わぬところタイミングでさあの踊ってみた出たりするのでゆり気づいてないだけかもしれないんだけど、
この間の YouTube のおすすめとかにふとさ、あの熊にき踊ってみたが出てきましてあ、もう出てたのかって思ったね。そう、熊にきもあの2期バージョンだけっていうのもあるので、くまりデパートさんとアプガニキ の, あのコラボシングルみたいな感じで2グループで出した曲です。出てないかな、あ、そっかそっか。これそろそろね、みんなぜひとも踊ってほしいな、一緒に。ありがとうございます。はい割と今日なんかたくさんの方が見てくれてる気がするのは気のせいかな。うん、気のせいかもな。頑張りますねはい、最近さ、入道雲夕焼けを溶かす蜃気楼を雨上がり告げるセミしぐれじゃないけど、誘導ゴミを見るとさ、すぐ写真撮っちゃうんだよね。なんかエモーショナルだよね、誘導ゴミってそう、夏の曲だからやっぱ夏の要素が入ってるからさ、歌っちゃうんだよね。あとセミの鳴き声がすごい気とかあるじゃないですか。セミしぐれじゃないけどね、あの木の近くを通るとすごく夏を感じます。はい、そう、もくもくしてますよね。でもさ、その最近話したかったんだけどさ、そのセミがいっぱいいる木の下を通るときがすっごく嫌なんですよ。より木の下を通る、絶対タイにさ、セミが落ちてくる確率って少なからず 1% はあるじゃないですか。いや、もうそれが怖すぎて、すっごいもうなるべく避けて通ってるんだけど、さすがにね、道もそんな広くないのでそんな避けれないんですよ。はい、もうめっちゃ戦ってます。名前はまだつけてませんがね、候補はミンミンなんとか、はい、ミンミンツリーとか。いや、もう自転車なのでもう避けれないって感じですよそう、歩いてたらね、まあまだ割と頑張れるけど、でもまあセミって割と身近にいるじゃないですか。絶対よりね、あんまりこうすごい細かく覚えてないんですけど、ぶつかりそうになったことは多分あるんですよ。それですごい嫌なんですよね。すごい、なんかだってセミでぶつかったら、あの感触とかがさ、すごい感じじゃないですか。なんて言うんだろうな、あ、わかった、セミは多分鳴き声が結構大きいからわかるんですよね。ビッビッ、わかります？想像できますよね。なんかウィーウィーって鳴いてるから、ぶつかったらもう多分感触もあるし、ウィーって言うんですよ。それを想像するだけでうーってなります。いや、セミに舐められてる、もう舐められてもいいんですよ。よりはもうちょっと全面降伏します。ごめんなさい、お願いですから許してくださいって感じです。いや、でもわかります。夏はさ、やっぱりさ、セミがお亡くなりにね、セミさんって寿命が短いから、そういう姿をねよく見かけるじゃないですか。あれも嫌ですよね、悲しくなっちゃう。そう、ミーミーンって言うけど、よく考えてみたらセミってミーミーンよりもさ、ミーミーンじゃない耳に点々がついてる感じ。いや、もうね頑張って長く生きてください、セミさん、お願いですから。あと飛んでくるのやめてください、こっち向いて。あ、15分経過しました、びっくりした。一回止めちゃったからさ、15分以上経ってるはずなのにね、びっくりした。
だね、苦手なのかもしれない。いやでもさ、ちょっともう一個みーって言っちゃったもーって言いたかったのに、もう一個聞いてほしい話があるんですけど。あ、待って、日暮らしってあれですよね、ヒーカカ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 みたいな、エヴァンゲリオンでよく出てくる鳴き声ですよね。ちょっと表現できないんですけど、ヒーカカ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 みたいな、合ってますか？エモいですよね。ありがとうございます。間違ってたらごめんなさいね。あともう一個したい話は、あ、そうそう、やっぱ夕方のやつですね。この間駅でゴキブリを見たんですよ。ゴキちゃん、ゴキちゃんだってば。しかも2匹いたんですよ。2匹いましたね。なんか最近見るさ、ゴキちゃんってさ、よりの知ってるゴキちゃんよりちっちゃいんですよ。しかも茶色い感じ、なんて言うんだろう、なんて言うんだろうな、こう甲羅、カメみたいにさ、あ、こカメムシみたいな甲羅がしっかりある感じじゃなくて、もっと虫っぽいゴキちゃんをよく見るんですね。あれは何なんだろう、何だろう、若いのかな、ね、なんか若手って感じするよね、若手ゴキちゃん。あ、やっぱ種類があるんですね、ゴキちゃんも。ん、茶羽ね、チャーリー、そういう名前があるんですか。多分茶色っぽいので、というか、あの多分黒いゴキちゃんは家の中にいるやつで、あの茶色いのが外に住んでるんですよね。だから多分茶色いんだと思う。そう、もうね、足元でゆりさ、しかもね、あの最近買った靴がね、サンダルなんですけど、まあ、厚底はあるんですけど、結構こんぐらいあるんですけど、それでもあの裸足でサンダル履いてた時だったので、いやもうすっごい嫌で、もうこんな感じでもチョコマカと避けながら歩いてました。そう、周りの人は気づいてたのかな、あれ。そう、若さゆえの茶色さかと思ってたけど違うのかな。割とあの、そうそうそう、夜ね、外歩くとさ、遭遇しますよね、夏って。やっぱり夏は虫がいるっていうのがね、それだけがちょっと悲しいオプションなくなってほしいですね。もちろん踏みつぶさないですよ。はい、これはもう本当にゴキちゃんには申し訳ないんですけど、自分のことしか考えてないです、その時は。ゆり、はい、まあかわいそうっていう気持ちはもちろんあるんですけど、それよりもそのもし踏んでしまった時、自分の罪悪感と多分靴についたゴキちゃんのことを考えると、ユリはもう多分一生夜も眠れなくなっちゃうので、はい、ここは譲れないですね。なんか虫が出た時っていうんですか、虫と遭遇した時が一番自分の本性を感じるというか、自分の本性を見透かされたような気持ちになって、すごく嫌なんだよね、ユリって。わかるかな、これ言葉にするの難しいけど、なんかもし天井にね、パッて見てゴキちゃんがいたとしたら、もう自分は嫌な気持ちになるじゃん。その嫌な気持ちになってる自分を知ると、さらに嫌な気持ちになるの。もちろん虫はね、虫に悪いことはないんですよ。だって虫だって生きてるんだから、人間と一緒で、ただ生きてるだけなのに、そういう風にね、人によって殺されちゃったりするっていうのはすごい悲しいことだし、かわいそうとも思うんだけど、そういう自分よりもさらに、その虫が気持ち悪いっていう感情が勝ってしまって、そういう気持ちになるのがすごく嫌なの、よりは。哲学かな、これは。みんなそうだよね、みんなそうだよね。だから虫と遭遇したくない。
これはもう本当にそう。買わねえ。あ、まあ、買わねえ。そう、なんかね、1週間とかさ、もっと腫れたりするんですよ、ゆり。あの、蚊に刺された時腫れるので、もうその後の自分のね、苦をね、考えるともう反射的に叩いてしまいます。ごめんなさい。そう、別腹です。ベルバラ。ここは申し訳ないけど譲れないな。みんなもあるよね、譲れないことって。ゆりはこれかな。あとはお寿司にわさびは外せないね。あとはやっぱ目玉焼きはソース派だよね。あとは卵かけご飯に醤油っていっぱいかけちゃうよね。これぐらいかな。あ、ペペロンチーノにチーズはありですか。ペペロンチーノを普段あんまり食べないからわかんないけど、かけたことはない気がする。ゆりわさびすっごい好きなんだよね。これあんまり言ってなかったかもしれないけど、あのフルーツにわさび入れちゃったのは、まああれはもう伝説レジェンドとして今世にね伝えていこうと思うんだけど、まあそれぐらい本当にわさびが好きで、あのお寿司買った時にわさびついてくるじゃないですか。あれをお寿司をスシローとかでお寿司のわさびって自分で取ったりするじゃないですか。あれ結構大量に取っちゃいますね。だって1貫につきさ、結構使うのよ。1貫につき1袋は使いすぎだけど、もう割と使うので結構必要ですね、私。と伝説と書いてレジェンドと呼んでます。あとはあのわさび味のお菓子がめっちゃ美味しいと思うの。もうね、あ、まあ、お菓子はあの内容よりもあのリバーのあのちょっとハッピーな値段をね気に入っちゃうんだけど、それを気にしないときは一番わさびのお菓子を取っちゃいますね。あー、でも袋よりもやっぱり生わさび、あのチューブのやつが美味しいって思いますね。でもあのね、あのツーってなるのならないのってあるんですけど、なんかね、たまにツー、多分それはあのゆりが市販のやつを食べてるからなのかもしれないんだけど、たまにツーってなるのがあったり、あんまり来ない時もあるじゃないですか。あれがすごくワクワクするんですよ。なんかなんて言うんだろう、スリルが楽しいっていうよりも、まあそれもあると思うんだけど、あのツーを引いた時の嬉しさなんか怖いんだけど自分が。本当にこれは分かってくれると思うんだけど、あの辛さってなんか唯一無二じゃないですか。ギャンブラー駆け狂いましょう。ギャンブラーじゃないよ、ゆりは。本当に、あ、生わさびは、あ、チューブじゃないのね。あ、もうチューブのやつに生わさびって書いてあるからさ、あれかと思ってた。本当にこういうやつね、静岡とかにある。え、あれ食べたことない。食べてみたい。わさび寿司ルーレットやるぞ。わさび寿司ルーレット、そしたらわさび入ってるのを引きたいんだけど、より正確なルールが分かんないけど、分かる。今ゆりもどの道ハッピー思い浮かんでた。スリルも人生、もうツーンツーンが続くと、あ、そろそろやばいかもって時はあるけど、続かないから。ゆりが食べてたのはそこがいいところかも。わ
さび漬け、わさび漬け、わかんない、食べたことない気がする。ないですね。かまぼこにつけるのわさびを、わかんない、食べたことないか。わさび寿司のあたりってどっちなんですか。わさびが入ってない方なのかな、入ってるのがあたりなのかな。ねえ、なんかお寿司食べたくなっちゃったんだけど、仕方ないなんかすごい熱いんだけど、顔が赤くなってる気もするけど、わかんない。それよりもリップが薄いのが気になってきたけど、まあそろそろこの辺で配信終わりにしようかなと思います。お、配信が終わったら遅い夕飯食べますか。あら、お腹空いてるんじゃないですか。ありがとうございます。びっくりした。わさびを熱く語りすぎました。はい、ということで告知したいと思います。告知します。今来たばかりってことでごめんなさい。時系列を追わずに行ってきます。アフガニキは9月に東名阪ツアーを行います。東京、名古屋、大阪と回らせていただきます。最終日、東京は下北沢シャングリラで行います。これ9月23日となっております。よろしくお願いします。そしてそして、はい、ですね、時系列がほんとぐちゃぐちゃなんですけど、8月22日単独ライブが表参道であります。そしてその次の日23日はアイドルオブザイヤーというねイベントの予選があります。このイベントはですね、アイドルのナンバーワンを、ライブアイドルのナンバーワンを決めるという感じで、もう始まってるんですけど、私たちアプガニキが出る予選 D ブロックは8月23日です。皆さんぜひ応援よろしくお願いします。皆さんの投票で、実際に皆さんの票が実際にね、こうポイントにつながりますので、応援してくださると嬉しいです。そしてもう明日のこと言っちゃっていいのかな。明日はですね、急遽なんですけれども、配信ライブが決まりました。はい、配信なので、ぜひカメラじゃないな携帯とかでご覧ください。でね、なんかその中になんかそうチームズっていうものかな、っていうんだろうな。もし顔出し OK な方はよろしくお願いしますっていうね、チームスっていう感じで、なんかね、ちょっといろんなね内容も盛り込んだ、そんな内容が濃いっていうか、見てほしいものもありますので、こちらはちょっと詳細をね参考にしていただければと思います。あ、Zoom の MS 版？そうなんだ。Zoom みたいな感じね。ありがとうございます。アーカイブはどうかな？ない気がするな。わかんない。これは指の言葉を信用しないでって言いたい。あ、お仕事なんでね、アーカイブあるといいな。あることを願っておりますよりも、まあでも詳細をあんまりどれくらいまでねお伝えしていいのかはちょっと今もね分からないのですが、まあ、明日の配信ライブぜひお時間ありましたら見てくれたら嬉しいです。リアタイ待機ありがとう。そうね、ちょうど週末がいわき遠征がねなくなってしまったので、ぜひ亡くなってしまいましたが、お家でも2期のコンテンツ楽しんでもらえると嬉しいなって思います。録画はちょっと難しいのかな。ツイッターじゃない、ブログかな、ブログ、ちょっと待って、
今パッて見れたらいいんだけど、ちょっとパソコンが近くにないのでごめんなさいね。だけど気になる、昨日よりもずっと途切れた夢。はい、ありがとうございます。お待ちしております。そう、ちょっとね伝わりづらい部分もあると思いますが、でも皆さんに楽しんでもらえるっていうのは間違いナッシングですので、楽しみにして見ていただけたら嬉しいです。はい、そんなこんなあだこだ語りながら、転がってさ眠りにつくまで振り返ってみたいもんだ。この心臓にタッチして痛みを覚えないような、無味無臭障害有料案件の人生ならないもんです。でもってこう、これは2期のハイライトという曲ですね。これで配信を終わりたいと思います。ランキングを読んで終わりにします。はいはいはい、13位の方から、流星さん、トミルさん、オチャブさん、サミユさん、ハナジさん、ミカンさん、ケイレップさん、オユさん、ヤギヌマさん、アンドハローさん、クマタロウさん、ツキさん、イチがマリちゃんです。ありがとうございます。あ、映ってないけど、ゆりの挨拶はみんな画面の向こうでウィンクをしてください。用意できましたか？せーの、おつしまでした。今日も見ていただきありがとうございました。848人の皆さん、ありがとうございました。流行る気持ち青空色スターサイダー